こっちが1列にこう溝が掘れてるんですけど、溝を掘ったら掘ったって終わりっていうことではなくてですね、こうやって溝の底とか側面から、これは杉名の地下茎ですけど、こういうふうに地下茎が覗いてるところがあるわけですね。で、まあここら辺はちょっと浅くてですね、ここもう一回二度掘りしたんですが、二度掘りしてこういう側面にある地下茎が出てきてるのがわかるわけですね。まあこれなんか手でこうやってパッと抜けたんですけど、これなんか引っ張っても取れないですね。で、結局まあこういうところをですね、側面とか二度掘りしたり側面なんかはここにもありますね。これは引っ張ったら切れちゃいましたね。根がまだここ残ってますね。だからこれからこの側面の方をですね、ちょっとで地下茎をですね、根絶やしにしていきたいと思います。で、下の方にちょっと柔らかくない固めのネバネバっとした土があるんですけれども、そういうところにこういう地下茎なんか結構根を張ってることが多いんですね。ですからこうやって地下茎を壊すことによって、深いところ地下茎が抜けるぐらい耕していくことによって、深いところまでですね、耕していくっていうことが事実上できるようになっていくわけです。